今が旬の食材を求めて雲仙市吾妻町にやってきました。今日紹介する食材はぴょこっとコブの生えたある伝統野菜です。どうもこんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。わーすごい。はい、こんなに成長してます。わぴょこっとしたこちらのお野菜何ですか？はい、これがですね、伝統野菜の雲仙コブタカナなんですよ。今日の食材は雲仙コブタカナ。葉をかき分けると根元に生えた3センチほどのコブが特徴の高菜です。9月頃に種をまき、1月から2月が旬。コブ高菜の美味しさを伝えるため、コブ高菜の生産やレシピの開発、地元の小学校での食育活動などを行っている雲仙コブ高菜加工所の馬場節恵さんに紹介してもらいます。高菜ですけど、生で食べてすごく美味しいんですよ。フレッシュのお野菜で。だからですね、こんなして皆さんにもうこんな高菜を食べてみませんかって言ってかじってもらうんですけど、いかがですか？大きいですね。このもうほんと親指ぐらいありますよ。いただきます。うん、あ、いい音です。うん、うわ、シャキシャキでしょ。そしてみずみずしいですね。まずえぐみがほとんどないと思います。うん、爽やかな食べ。でこの葉っぱのとこ少し食べていただければ、ちょっとピリッとして、またうん、あ、なんとこっち風味が違いますね。風味が違いますでしょ。コブタカナはキャベツや白菜と同じ油中の野菜。終戦後の引き揚げで種が吾妻町に持ち込まれ、地元で広く親しまれていましたが、コブがかえって漬物の邪魔になると思われたり、他の野菜と交雑しやすい特徴などから食卓から姿を消してしまいました。雲仙コブタカナを復活させようと、生産者と加工所が一緒にプロジェクトを立ち上げ、無農薬の有機肥料のみで作る生産規定を作って普及活動を続けています。地域の人たちの思いが詰まった。そうなんです。これはですね、もうどうしてもこの雲仙のこの風土に一番よくあって、雲仙だけから吹き下ろし替えて有明海からの風というのに一番風土に適しているお野菜じゃないでしょうかね。しかしここ数年、他の作物に転作する農家も相次ぎ、13軒あった吾妻町の生産者も現在は6軒に。さらに今年はコロナの影響で関東関西方面の出荷が激減していて、馬場さんは今こそ県内の人に味わってほしいと話します。地元の人にこの高菜の良さっていうのを分かっていただければですね、あのお漬物、高菜だからイコールお漬物じゃなくて、高菜でも新鮮でフレッシュのお野菜として使ってほしい。そろそろどんな料理に合うのか気になりますよね。今日は何を作っていただけるんでしょうか？そうですね、今畑からも積んできたこの雲仙コブタカナを使ってあのベーコンと炒める、それとですね、浅漬けにしたのが1週間ぐらい前があるんですよ。それで残りご飯でライスピザをちょっと作ってみようかなと思ってます。ライスピザ。ピザ、まずはシャキシャキ感を生かした炒め物から。ひたすら刻んで炒めるだけですから簡単なもんですよ。ベーコン、あればニンニクも一緒に炒め、刻んだ昆布高菜を加えます。ほとんどですね、アクがないっていうのがいい特徴なんですよね。塩や胡椒で味を整えたら一品完成。コブタカナの炒め物です。続いてクッキングシートにオリーブオイルを塗って余ったご飯を広げていきます。1週間ほど浅漬けしたコブタカナ、チーズを乗せて予熱した200度のオーブンで15分から20分焼くと、ライスピザの完成です。煮てもシャキシャキ感が残る特徴を生かして、厚揚げ豆腐と炒めて醤油で味付けしたコブタカナの煮物も加えて、家にあるものだけでできるコブタカナ料理の完成です。じゃあこのコブの部分を、はい、食べてもいいですか？はい、じゃあいただきます。
食感が、味がいい、あの音がいいそうなんですよ、もうほんとこの歯ごたえがいいですね。ベーコンの脂と塩気が合っててすごく美味しいです。あ、これご飯も進みそうですね。そうですね。洋と和のコラボ、ライスピザは、うん、うわ、これ美味しい。よかったです、うん、あ、合います合います。この高菜のシャキシャキと、そのちょっとあの浅漬けしてる塩気と、塩がですね、塩加減と、うん、そしてそのチーズとの相性がすごくいいですね、うん、よかったです。いろんな食べ方ができてすごくこう可能性を感じました。そうですね。70歳を迎える馬場さん、そうそう、こぶたかな普及に努めるその原動力とは。せっかくあの生産者が農薬化学肥料使わないでいいものを作ろうって作ったものをどんなふうにして食べたらいいのかわからなかったら、ああ高菜お漬物にすればって、それで終わるっていうのが寂しいので、できればこんなふうにして旬の時期には生食できるよ、炒めても美味しいよっていうのを、もうそれだけですね、伝えてあげたいっていう思いですね。地元の食材を絶やさない、昆布の中には東町の人々の思いが詰まっていました。雲仙こぶたかなは今が一番おいしい時期になってます。皆さん食べてみてください。食べてみんね。